皆さんどうもお疲れ様です。お久しぶりです。今日はですね、9月の16 16日ですかね、金曜日か木曜日か、木曜日です。で、昨日までちょっと違う場所に釣りに行って、違う魚のターゲット、ライギョやってたんですけど、その動画もちょっと上げてたんですけど、ちょっとあまりにも釣れなかったので、昨日一昨日とちょっと、動画の方をサボっちゃいました。動画にできるぐらい撮れなかったので、ボツになりました。なんで、まあ、いつも通りまた休憩とかはに行きました。今8時半ぐらいです。で、今まだ下げてます。10時半ぐらいまで下げるんですかね。で、濁りは僕ちょっと2日間空けたので、他の人の動画見てても撮れてきたって言ってたんですけど、やっぱりまだちょっと濁りはありますね。あります。ぐちゃぐちゃではないですけど濁ってます。で、クロダイなんかにはいいのかもしれないですね。よく濁ったらクロダイが良くなるっていうので、なので、まあでもシーバスも日中はある程度クリアな時よりも濁ってる方がラインとかバレにくいと思うのでいいのかなと思います。でもルアー発見されないと意味がないので、その辺はちょっと波動が強い、フラッシングも強いメタルバイブで今日もやっていきます。なのでちょっとまた今マイクをちょっとアマゾンでポチったので、マイク来るまでちょっと音声があんまりないんですけど、すいません。で、今日はとりあえず今のところまだ釣り始めてないので、ベイトの有無はちょっとまだ分かんないですけど、今日もやっぱり9月に入って中盤なので、もう時期も良くなってくると思うんですけど、釣り人がだいぶいますね。これからそうですね、9月過ぎて10月11月ってこうハイシーズン迎えると思うんで、だんだん釣り人も増えてくるかと思うんで、ちょっと僕も恥ずかしがり屋だからあんまり撮影ができなくなるかもしれないですけど、まあ、隙を見つけて間入らせてもらって、ね、迷惑ならない程度にやっていきたいと思います。場所はいつもと同じキュレードガーです。メタルガレージ、デュオですね。デュオのメタルガレージのプレートバイブの 20g、 本当は15がいいんですけど、15今ちょっとフック曲がっちゃって、ちょっと直してなかったんで20でやってみます。まあ多分今日も釣れないと思いますけど、一応残りはまだあります。場所を今日一日まだ休みなんですよ。だからちょっと違う場所を夕方とか夜行けたらなと思うんですけど、でも仕事で重大ミッションを抱えてるんで、そっちに集中したいから、ちょっと釣りが夜できるかわかんないんですけど、流れがある楽しいですね。なんか九州の方のなんかいろいろ人に聞いたら、全然もうコロナに対しては結構あんまり警戒心がなくて、まあホテルとかは、あとコンビニとかも一応マスク着用して入ってくださいとかありましたけど、こっちに比べたら車ですれ違う人もマスクしてる人も少なかったですね。
やっぱり地方行くと皆さんやっぱ移動は車が多いので、だいたい車で移動してますけど、学生さんとかは自転車で学校に行くことが多いんで、見てるとまあ3分の2ぐらいマスクしてて、3分の1ぐらいマスクしてないかなみたいな、顎マスクにしちゃってるとかいう人が多かったですね。で、新幹線というか、まあ飛行機もやっぱその間開けてっていうか、順番奥の人から搭乗していってくださいとか、なるべく密にならないようにスムーズに行くようにとか計算してました。あとはブランケットも貸し出しなしとか、まあ、あと水とお茶はありましたけど、まあその辺もサービスもかなり簡易的に省略されてましたね。でもう全部至る所にアルコール消毒があって、まあすごい気遣ってるなって感じはしました。そうですね、まあまあいつまでも、まあ、東京にずっといても息詰まっちゃうと思うんで、まあお時間できた時には、まあ、十分ガードしながら、まあいろんなところに、まあ、釣りなり旅行なり行くのもいいのかなとは思いますね。でまあやっぱ東京の人が行くとなると皆さん警戒すると思うんで、その辺はなるべく最小限に人と接しないように、ご飯とか夜飲み行かないとか、コンビニにするとかですね。コンビニもまあコンビニに入っちゃうからあれなんですけど、まあ、なるべくさささっと買って、なるべく現地の人と触れ合わないように、楽しめばいいんじゃないかなと思います。東京の人も人間ですからね。はい。今一応メタルプレートで駆け上がり、ゴルタの駆け上がりを狙っています。まあちょっとこう濁りも問題なんですけど、手袋がめっちゃ臭くなってて。まだこれで魚掴んでないと思うんですけど、まあ、壊れちゃいましたけど、バッグの中にずっと2日間、3日半ぐらい使わないで、丸3日ぐらい使わないで置いてたら、めっちゃ臭くなって臭い。納豆みたいな匂いします、納豆。最初このメガネのこれかなと思ったんですけど、サングラスでした。ああ、手袋でした。激臭です、激臭。ちょっと20だとちょっと重いっすね。そこ擦っちゃうのが早いです。 15g を後で買いに行こうかな。それかフックを直します。フック直してまた明日。稲っこいるっぽいです、稲っこ。いつものごとく稲っこ。今日は僕のこの8時半とかの時間帯で餌釣りの人が1人、ルアーマンが両サイドに1人ずつですね、この狭いエリアの中で。これからだんだん、さっきも言いましたけどハイシーズンになってくるんで、だんだんサイズも上がってくるでしょうし、人も増えてくると思いますね。クロダイがいつまで釣れるかですよね。クロダイってやっぱ夏がいいんでしょうけど、あとマゴチ釣りたいですよね。マゴチが結構荒川とか急
キュウエダの加工で釣れてる動画見るとテンション上がりますよね。まあたまに平砂浦とかその房総の方行ってヒラメとかやるときは、まあヒラメ来たと思ったらマゴチだったっていうか残念なときありますけど、キュウエダでシーバス狙っててマゴチ釣れたら結構嬉しいですけどね。嬉しいけど、まあサーフでも嬉しいですけど、やっぱヒラメと思ってマゴチと思うとちょっとね差がありすぎて、昔はキュウエダもコチとかメゴチ、今はちょっと最近サズリしないから分かんないですけど、メゴチとかあとカレイも釣れましたね。でこうやって今千葉側は結構名残があるんですけど、昔もっとこうそこにスーパー堤防があってガンと落ちてちょっとだけ 2メートルぐらい段差があってすぐゴンと落ちてたんですよ。こんな大理石なんてなかったんで、あの芝生の道とかなかったんで釣り人はこんな入れなかったんですよね。で各階段のところからそれぞれ1名とか2名とか、まあ仲間で来てれば2名とかやれるぐらいだったんですよね。だからこうなってくれて釣り人のキャパシティは格段に増えましたね。なんかトラブってます船が。船が揉め事を起こしてます。喧嘩してました。喧嘩。船が。タンカーと船が喧嘩。危ないぞって。見えます？あんなでかいタンカーみたいなのがあんな岸際通ったらやばいですよね。喧嘩してました。喧嘩。ドイツって言うんだけど、ドイツ。ドイツと第8長友丸がバトルしてました。天気どうだったんですかね。九州の方は14、15晴れで15が雨でした。この濁り見るとちょっとまあ局地的に雨は降ったのかもしれないですね。昨日空港帰ってくる時もちょっとパラッと降ってたんで、まあ、そんな感じの雨が続いたのかもしれないですね。ゴミ結構多いですね。ゴミがこんだけ下げ終わりの方でまだゴミがあるっていうのは結構ゴミが多かったなと思います。お、釣れてるのか。釣れてないか。釣れてんのかと思いました。早く釣りしろと。そうですよね。すみません。
応こうならないっていうのが売りらしいですけど、結構なります。ただ安いですね。しっかりちゃんとデュオの顔してますよね。目がデュオの顔。予想以上に濁ってますね。もっと取れてんのかと思った。ちょっと残念。でもまあ僕長袖着てますけど、まあ大丈夫なぐらいです。半袖でも全然大丈夫です。半袖でもいいのかも。夜は分かんないです。夜はこれから日中気温は29度か8まで上がるんで、その辺まで行ったらさすがに半袖じゃないと暑いと思います。ちょっと今日マイクないから、今さっきも言いましたけど頼んだんですけど、これだけ近くで撮っちゃってますけど、音声が拾えないんでちょっと近くで撮ってます。すいません、アップ過ぎて。まあシーバスとかでも何でもそうなんですけど、皆さん結構収集癖があったりしてルアーっていっぱい買っちゃうじゃないですか。男性は特にフロックでもそうなんですけど、フロック僕50個ぐらい持ってくんですよね。50個持ってくんですけど、ライユゲームってフロックって、なかなかなくならないんですよ。 PE8 号とかでやるからまず魚に切られることはないんですよ。で一番多いのが、水路沿いとかにあるヤイタって言って、なんですかね、岸が崩れないように止めてるような木の板が入ってるんですけど、そこにこう乗っちゃった時に対岸に乗って抜こうと思ったら木のところの間にバッてラインが挟まっちゃって、フロックが引っかかっちゃう、スタックするっていうかはまっちゃう時があって、それがもう取れないんですよね。それで思いっきり引っ張って P8 号が勝つか、まあ、矢板が負けるか P が負けるかって感じでフロックなくなるんですけど、最悪お気に入りのフロックだったら反対側までとことこ歩いていって、反対側のその水路のところまで行って降りていってピッ取っちゃえば取れるんですよ。だからまあなくしても1個か2個なんですよね、3日間とか行ってもなんで50個持ってっても結局使うの2、3個なんですよ。お気に入りのまあプチボンバーとかスナップルとか、あとちょっと大きいやつとか、その人は使わないので、もういい加減何年も通ってるんですけど、あんなにいっぱいいらないですね、フロックは。もうこんなような箱を4つぐらい持ってくるんですよね。だから動画見てもらったら分かると思うんですけど、LSD のあのリュックの中に満杯に入ってるんですよ。満杯に入ってるんですけど、使うのは2、3個、3日間で。いい加減もう気づけよって感じなんですけど、ついつい持ってっちゃうんですよね。だって皆さんだって、シーバス行って持ってったら、だってそんなにいっぱい使わないですよね。まあ、シーバスはなくす可能性高いから、まあ、お気に入りの鉄板ルアーがあったら、もう1個予備にあったりするのは分かるんですけど、まあ、フロックはせめて10個あればいいですね。50個もいらないです。あと、シーバス余裕があったら、リーダーとラインは、まあ、車の中だったり、どっかリュックの中とか、どっか予備のところに1個持っておいた方がいいかもしれないですね。何回も連続でラインブレイクしてしまうと、ラインのキャパがスプールからかなり減ると飛距離に影響すると思うんで、替えのラインはあった方がいいと思いますね。そろそろお時間ですかね。20分経っちゃったんで、
浦安側はあんまり今日人いないですよ。本当はもうちょっとやりたいんですけど、まあ今日のところはってな感じでねと終わりですね。最後もう一回水の状態、思ってるより濁ってますね。かなり濁りきついと思います。まあでもたまに岸際にこうあの田舎の団体みたいなのがこうちょろちょろちょろっとこう波紋出して団体で動くじゃないですか。彼らちっちゃいうちこう泳いでる感じは見えましたけど、いかんせん完璧に肉眼捉えたわけじゃないので、なんかいるかなぐらいで、ゴミは、ちょっとあるけど全然釣りには邪魔にならないぐらいです。昼間だとかわして投げれるんで、夜だったらちょっとその浮遊物とかを確認してそれを避けて投げることができないので、ちょっとまた話変わってきますけど、今のところ大丈夫かなって感じです。たまに引っかかってきちゃうかなぐらい。まあそれは川だったらしょうがないと思うんで、僕が13日とかにお伝えした時より15%増しぐらい、この間 10% 増しって言いましたけど 15% 増しぐらい、まだ濁りはありますということで、そんな感じで終わりたいと思います。浦安のワンちゃんが吠えてます。こんな感じです。で明日以降もまたやっていくと思いますので、皆さんまた旧江戸川とか荒川の情報を気になる方はぜひ参考にしてください。あとはチャンネル登録していただけると見つけやすいと思うのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと一シーンが撮れたら最高なんで、この際通します。たまに学校が終わる。終わるんだ。スズメバチ来た、スズメバチ。星とシーンは見えてないので、女子が切ってバーってなんか逃げてるのは見えますけど、女子音までは見えなかったので、女子同士でビビってるのかもしれないです。自らの疑いを疑いをできるかもしれない。